定例記者会見を開催します。本日の案件について山本市長お願いします。それでは前橋市市役所市長の定例記者会見始めさせていただきます。今日は案件は3点でございます。その前に大変暑い日々が続いております。前橋ではクールシェア、涼しさをみんなで分け合うという運動をしております。80カ所以上のクールシェアスポットを市民に用意をしています。そこは市役所の例えば、公民館のロビーであったり、あるいは図書館であったり、あるいは企業が提供していただくような集いの空間を市民向けに涼んでくださいと提供している場所もあります。これらをぜひ活用いただいて、電気代が高騰している中、我慢してクーラーを使わないっていうのではなく、できればこういうところで皆さん思い思いの時間を過ごしていただきながら、健康管理お務めいただければという思いでこのような取り組みをしております。どうぞご活用いただければと思います。また先般総理大臣が、我々にしますと突然、ご訪問いただき、我々の IoT、ICT 活用社会をご覧をいただいたところでございます。大変緊張いたしましたけれども、知事の説明をいただきながら、前橋マースが群馬マースとしてエリアを広げていく様子などを総理大臣にご理解いただけたことを大変嬉しく思っておりますし、総理のコメントからもいいことをしておるなと、この取り組みを全国に展開していこうというメッセージをいただいたところです。私たちなりに前橋の取り組みが広がり、多くの日本の皆さんが少し助かったなと思っていただければ、幸せでございます。それでは今日お話をすることは、前橋文学館、作美館長を招いてもう何年経ちましたかね、8年ぐらい経ちましたでしょうか。私が初めて、作美先生とお会いして、こんな面白い人がいるんだから、ぜひ前橋文学館でどうだとお願いしたら、まさかと思ったら、じっちゃんのことだからちょっとやるかみたいな話で来ていただいて、もうそんなに経ったところでございます。あれよあれよと得体の知れないと言ったら作美先生を怒られますけれども、進化が始まって今に至っているわけでございます。その30周年イベントとして新たに今回リーディングシアターの企画、そして青山先生を招いての作太郎マンドリンフェスティバル、そして作太郎を歌うという30周年のコンサート、こんな企画が皆さんにご披露できると聞いております。今日はその中のリーディングシアターのイエサデーについて企画を一緒に作美先生と進めておられる中村ひろみさんが来ていただいております。彼女自身も芝居の役者さんであったり、あるいは地域におけるそのお芝居というものの歴史的な民族学的な研究、勝手なこと言ってますけれども、柳田国男みたいな感じかな、三原田の歌舞伎座がどういう経過で生まれてきたのかみたいなことを研究している、彼女自身もやはり作美先生同様素敵なチャーミングな方ですので、ぜひお話をお聞きいただきたいと思います。紹介のある方ですか。いえいえ、十分すぎるくらいすいません、ありがとうございます。お時間いただきます。平成元年から私自身は前橋在住で、群馬県内と東京都内で、演劇プロデューストロンプルイユという名前で、演劇の企画、制作、演出、出演をしております中村ひろみと申します。リーディングシアターが2016年第1回に始まったんですけれども、その時からあと作太郎記含め、県内の役者さんのキャスティングとか戯曲家、演出家の紹介、プロデュース等で、参画させていただいております。今日ちょっと作美館長がお越しになれないということで、私が代わりに立たせていただきました。今回のイエスタデーも2016年からの8年間で今回、7回目の公演となります。
7回全部に出演しているのは佐古美館長、あとナレーションを務める高橋幸義さんと、館長の姉役をやらせていただきます私の3人となっています。チラシの裏とかを見ていただけるとありがたいなと思います。イエスタデイは日本の劇作家清水邦夫さんの作品で、長崎の原爆、今日がその原爆の日なんですけれども、テーマに2つの家族というか兄弟の、交流と別れを描いた劇曲となっています。あと萩原作美館長の肝入りで毎年鎮魂の夏に上演したいということで、今年7回目を迎えています。登場人物は20歳前後の東京に住む浦田家の4人兄弟が昭和20年母方のまたいとこにあたる日本海側の写真館にいる稲葉兄弟のもとに疎開するところから始まります。中でも館長を演じる長男、浦田源一が戦時下であってもかなりはっきり反戦の姿勢を示すので、田舎には居づらくなって長崎の別の親戚を訪ねていって音信不通になってしまうという話です。ただ長崎の原爆が大きなテーマにはなっているんですけれども、描かれているのは、先ほど言った20歳前後の若者の日常なんで、青春の明るさだったり戸惑いだったり、兄弟愛家族愛で、そこがもう明日は命がないかもしれないっていう極限状態とリンクするという形で進むんですけれども、もう7回目なんで毎年お客さんの方は客席で笑ったり泣いたりという形で、テーマを楽しんでいただいています。リーディングシアターっていうのは言ってみれば台本を持った演劇なんですけれども、全く動かない朗読方式から今回のようにかなり動くものまで多様な、演出方法があります。で、役者も台本を持っているんで、むしろ普段演劇の、こう入り込んだ演技とか役者とかなんて苦手なお客さんにとってはむしろ見やすい形式になっているという形になっています。また文学館は劇場としては簡素な場所なので音響照明もシンプルなんですけれども、それゆえに余計お客さんの想像力をかきたてて、テーマを理解しやすく なってるのかなというふうに感じます。役者も毎年ちょっとずつ入れ替えてやっています。群馬県内には実は50以上の劇団や演劇ユニットがあり、高校演劇でもなかなか出場できない全国大会の常連になっているほどで、演劇が盛んです。群馬県内の充実した演劇人がいるおかげで、今回のリーディングシアターも22回目となりますが、昨年の作太郎大戦でもやはり8ヶ月間で6本のリーディングシアター上演できたのも、この上演の頻度というのはなかなか東京でもないんですけれども、この熱い群馬の演劇層のおかげだと思っています。今年は今までで一番平均年齢が若くなっています。平均年齢上げているのはさっきの3人なんですけれども、ぜひ期待していただきたいので、事前告知や当日取材での、お力添えいただければありがたいなというふうに思います。そうしましたらこの後の、マドリーと谷川健作さんのライブのご紹介を。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中村さん出てたの、ありがとうございます。でも面白いですよね、本当に作美さんが何しだすのか、また中村さんと連携して期待しております。オンドマルトロっていう新しいっていうか古い楽器を使った面白いコンサートは、この次のページの、皆さん配ってるかな、ページの作太郎音楽祭に登場いたします。違ったか、作太郎歌うに登場します。はい、まあこれも作美先生らしい何か不思議な楽器だそうです。初期の電子楽器みたいなものだと聞いております。また作太郎音楽祭に関しましては、青山忠さんが主催をする、マンドリンを中心にした音楽祭となりますので、ぜひ皆さんにも報道のほどよろしくお願いいたします。では以上です。これより案件ごとに質疑に入ります。幹事社である読売新聞の黒羽記者、お願いいたします。東京新聞さんいないので今日私がやらせていただきます。幹事社から今とも特にございません。各社さんどうでしょうか。各社案件について質問はございますか。
そうですか。はい。中村さん、また佐久見先生も新しく前橋の館長兼文化芸術、顧問になりましたので、盛り上げてあげてくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では働き方改革です。前橋市、びっくりしないでください。週休3日ですから。はい。ただ中身を聞くとそういうことかってってことなんですけれども、総務部長も育てれない。それでも皆さん、この週休3日をチャレンジするということは、弾力的な労働環境を作っていく、そして弾力的な市民との場を作っていくということにつながるんだと僕は思ってるんですね。これから先 DX によって時間が本当に新たな時間が生み出すことができれば、それを集めれば本当の意味での週休3日もできるのかもしれません。それは前橋市役所だけでなく、全ての作業仕事の現場がチャレンジするべきものだろうと思います。多分公務で始めるのは前橋が珍しい方なんだろうね、田村さんね。はい。これで始めてみて、DX で本当の週休3日ができれば、その3日目をどういう形で市民に還元するかということも考えなくてはいけません。自治会を回ってみれば、どの自治会も、おい、民生委員、児童委員、保護士、あるいは障害奨励学習院、いろんな人材が不足している、そこを手伝える人材を僕たちは生み出すことができるかもしれません。また今まで直営じゃ忙しくてできない、これも民間に委託、これも民間に委託といって民間に委託していた、本来ならば行政がやるべきことを僕たちの直営に戻せるのかもしれません。それだけ手が空けばです。ぜひこの DX の先がどうになるのか、それを皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。今日は、ビフォール策と言ったら怒られますけれども、今までのやりくりの中で週休3日をいたしますという報告をさせていただき、それを編み出した、マニア職員課長が生み出してくれた、これも努力だったと思いますよ。美容策なんてごめんなさいね、一生懸命やった上でこれができたのですから、それにこうしてくれる各課があったのですから、感謝しております。ではマニアさんから。お世話になります。職員課長のマニアと言います。よろしくお願いいたします。では私の方からですね、資料2に基づきまして、報告の方させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今署の方からもお話ありましたけれども、今回本市で働き方改革を進める一環としまして、職員を対象としたフレックスによるですね、週休3日制度の施行を開始したいと思います。この取り組みにつきましては、把握している範囲では県内順次では初めてかなというふうに認識をしております。まず、概要になります。期間がですね、8月の14日月曜日から、9月の8日金曜日まで、4週間、施行を行います。週単位の勤務時間を変えずにですね、先ほど省がやりくりという話があったかと思うんですけども、週の勤務時間を変えずにですね、勤務した日にですね、長めに働いていただくことによりまして、土日以外にですね、週1日の休みを、追加するというものでございます。実施の目的につきましては、週休3日制によりまして、職員の働く意欲や環境をですね、変えることによりまして、質の高いワークスタイルの推進ですとか、あとはですね、いろいろ個人のですね、生活をですね、充実成長させることができるのかなということも目的の一つと思っております。実施所得数につきましては、全庁的にですね、各係を単位といたしまして、施行をですね、やっていただける、参加いただける、係を募集しましたところ、33課50係からの応募がございました。実際にですね、施行していただける合計人数なんですけども、223名となっております。勤務時間はですね、決められた勤務パターンから選択をして実施するという形になっておりまして、詳しくは資料のですね、4の勤務パターンというところを記載してあるんですけども、
具体的には9時間45分勤務をですね、週3日、9時間30分勤務を週1日、これは各自、参加いただく方がですね、各自で設定をしていただくことになります。なお、それぞれのですね、勤務時間ごとにですね、記載のアからウの3パターンの時間を用意してありますので、皆さんがそれぞれの中から、どこかのパターンを決めていただくという形になります。またお休みいただく週休日につきましては、それぞれ好きな曜日をですね、お休みをしていただくことになります。ただ今回は係での参加ということになりますので、その辺は業務に支障がないようにですね、各係できちんとですね、対応をして、市民サービスにも影響がないような形で施行実施したいと考えております。最後になりますが、今回の施行実施後にですね、アンケート実施をしたいと考えております。今回、施行に参加をいただいた方以外のですね、参加しなかった方の意見も踏まえてですね、今後、週休3日のですね、有用性ですとか、職員ニーズ、課題等の抽出を行いまして、本格実施に向けたですね、検討をさらに進めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。これより質疑に入ります。クルハ記者、お願いいたします。はい、読売新聞です。ちょっといくつか質問させていただきます。まずフレックスタイムということで、多分、これコアタイムみたいなのを設けていらっしゃるんですか？それ特に設けない。今回はですね、特段コアタイムというよりは、資料に書いたような形でですね、週4日勤務いただきまして、ちょっとその日が長くなっているかとは思うんですけども、そういった形での特にコアを作ってという形ではないです。わかりました。あと県内初というところなんですけど、県内市ではそれでも市町村全部調べられた感じですか？12市で、はい、確認させていただいたということです。なるほど、分かりました。あと、今回8月14日から9月8日までということなんですけども、どういった理由でこの期間になったのかっていうのは、どんな理由ってありますでしょうか？はい、今回ですね、国の方の人事勧告等もですね、働き方改革の方で週休3日というのが出ていくのかと思うんですけども、以前からですね、そういった週休3日の検討というのはちょっとしてきたものですから、なるべく早いタイミングでですね、実施してみたいと、施行ですのでしてみたいというのとですね、あとは夏休み期間ということもありますので、お子様等いらっしゃる方もですね、今回これを上手に使っていただけると少しいいのかなということで、今回この期間に設定をいたしました。わかりました。あと、目的のところで、例えば何でしょう、もう少し噛み砕いて言うと、やはり柔軟な働き方の推進ですとか、あるいはそれこそ今お子様ということが出ましたけれども、何ですかね、他のところ自治体でも同じようなやってるのをちょっと見てみますと、例えば育児のために給料が減る、時短勤務をせざるを得ないとか、そんなのもあったように伺っております。そこら辺への対応とか、そういうものを、ある程度念頭に置いてらっしゃるんですかね、今回の勤務。はい、今回、育児だったりとか、あとは介護でですね、例えばその週1回ですね、通院に使っていただくとかですね、そういったことも想定としてはございます。ただ、それ以外にもですね、育児介護以外で、例えばご自身で何か資格を取りたいよという方がですね、その1日勉強が当てるとか、あとは先ほど市長からも話ありましたけども、究極的にはこう社会貢献だったりとか、そういった時間にこう当てられるというのも、ゆくゆくの想定としてはあるんですけども、そういったところはまずはご自身がですね、必要とする時間で使っていただけたらなというふうに考えております。わかりました。あと、すみません、今回係ごとで今回33課50学にも223人がということなんですけども、こう応募してもらって手を挙げてもらったと、いくつかで結構なんですよ。具体的に加盟って教えてもらっていいですか？いくつか、33全部教えてくださいとは言いませんので、いくつか代表的な、いくつか教えていただけますか？はい。ですね、総務部ですと、職員課の人事係の方でやらせていただきたいと思っております。あとですね、未来創造部ですと、情報政策課の情報政策係だったりとかですね、あとは文化スポーツ観光部ですと、スローシティ推進係になったりとか、あと技術系のところとかですね、結構今回は幅広に応募はいただいたような形になっております。職員さんは223人であると、全所属は係と人数が書いてなくてですね、全体職員数だと何人ぐらいになるんですか？はい、全職員数ですと、2575が正規ということで、はい、全職員で、はい、すみません、2575ですかね。なるほど。これは、いわゆる何でしょう、会計さんとかを除いたくないですか、ね、なるほど。いわゆる正職員さんというか、そうですね、そういう、はい、なるほど。そのうちのだから223人がやるということでございます。そうですね、はい。
あとこちらにはあの資料にはないんですけども、今回係ごとの募集ということだったんですけども、あの中には部長さん課長さんもですね、こう思考ですのでやってみようかなっていう方もあのお伺いはしております。なるほど。わかりました。了解でございます。感謝から以上です。各社さんいかがでしょうか。各社案件について質問はございますか。毎日新聞の田所です。今最後におっしゃった部長課長で参加っていうのは係全員じゃなく、単独でその部長課長が参加するみたいなことなんですか。そうですね、あの今回係にさせていただいたのがあの係員全員がですね希望してもですね仕事がきちんと回るかというところも思考として見たかったものですから係単位での希望ということにしたんですけども、あの、まあ、課長さん部長さんもですねそういった週休3日を、まあ、経験というか体験をしてみるということではいいのかなということで、あのできる方はやっていただくような形で考えております。あのちょっとこの、やり方ですけれども、この、まあ、例えば職員課の人事係はあの係として全員参加するわけですよね。で、まあ、あの原則全員なんですけども、中には、まあ、家庭のご事情でできない方というのがお一人もしいたとしてもですね、それは、はい、あの大丈夫というような形でやりたいと思っております。じゃあ、まあ、都合のつかない人を除いて原則係全員がまあ参加したとして、その、参加した係の人、まあ、仮に、ちょっとわかんないですけど10人とかいたとして、その人たちはこの下の勤務パターンの中から IU があるわけですけど、9時間45分と9時間半について、でそれバラバラに、そのある人は、月曜日はで、ある人は同じ月曜日にいいでとか、そういう感じでバラバラに IU をとあの選択するってことですかね。そうですね、今回は思考ではそういった形でやってみるというふうに考えております。そうするとこの勤務時間が、あの真ん中の日中はあの重なってますけど、早朝と夕方が重なってない、あの人がまあ減るっていうことになると思うので、そういう時は、その希望によっては1人しか働いてないみたいな時間帯ができるのかもしれないんですけど、それはそれでいいってことなんですか。そうですね、で、まあ、今回は8時半から5時15分はカバーはされていると思いますので、そういった意味でそういった市民生活にですね影響があったりとかするところはちょっと今回は施行ということで手が挙げてないような状態にはなってますので、あくまでも会長時間はあの人数は立てれるような形では想定しております。じゃあこの全てのパターンについて重なっている時間が8時半から18時、8時半から18時は全員 どんな勤務体系を選んでも重なるっていうことですかね。あ、そうですね、それぐらい重なっていると思います。はい、あとあの今回が試行だということで、その後課題抽出して、でじゃあ本格実施はどういう予定なのかっていうと、本格実施はどうなんですか。あのまだその辺の時期も含めてですね、今回初めて施行ということでやらせていただけますので、まあ、この結果を踏まえてですね、またあの本格導入ということになりますと、条例改正とかあとシステム改修、あの内部的な話なんですけども、システム改修もありますので、その辺も今後検討していきたいと思っております。あの本格導入はしようという方針としてはそういう方針なんですか。そうですね、あの本格導入に向けた思考というふうに考えております。あの例えば早くて何年度からとか、どんなイメージなんですか。繰り返しになって申し訳ないんですけど、まだそこまで明確にいつまでを目標にということではなくて、まずはあの思考させていただいてですね、問題のまあ抽出等ですね、まあ、課題を見つけて、あの、まあ、実施に向けた検討を進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。すみません、立憲新聞の本田です。あの先ほど住民税発とおっしゃいましたけど、町村部については調べてないということでよろしいですか。そうですね、ちょっとそこまでは、はい、今回確認はしておりません。他県で、やってる自治体っていうのは把握していらっしゃいますか。今あのその辺は中核市の方ですね、まあ、あの調査をしている最中なので、まだあの全部把握はしてないんですけども、実際にあのやられている市はあるというふうには認識しております。例えばどういうところでしょうか。まあ、こちらの方で聞いているのですと、宇都宮さんがあの前回施行されたというようなことで、あのニュースで、はい、お伺いはしています。まだ本格実施ではないとは思うんですけども。
わかりました。それからあと先ほど2575人というその市の職員の数字をおっしゃいましたけど、これはあの学校の先生とか消防とかそういった方々も市の職員がおられると思うんですけど、そういう方々も全部入れた数字ですか、2575人。そうです、前橋市の職員となっている方は、はい、あの県教の先生とかは別になりますけども、はい、学校の、一律の学校の先生とか、はい、あるいは、消防の方も含めて全部2575人で、はい、そのうちの223人ですね。わかりました。あと勤務パターンで9時間45分もしくは9時間30分ということですけど、これ週5勤務であれば普通は1日何時間勤務なんですか。1日ですね、7時間45分ですかね。7時間45分のところを9時間30分、はい、もしくは45分と、まあ、2時間ぐらい長く働くということですね。まあ、その1日分をどこかに振り分けているような感じですかね。わかりました。それからあの国としてこういう地方公務員の週休3日に関して何か導入の指針とかですね、そういったものって何か出してらっしゃったりするんですか。国からの何かそういったやりなさいみたいなのはですね、ちょっと把握はしてないんですけども。わ、はい、かりました。ありがとうございました。あ、城本さん。あ、どうぞ。ごめんなさい。すいません、FM 群馬の石橋と申します。2点伺いたいんですけれども、まず1点基本的なところで、通常だと1日7時間45分勤務で、何時から何時まででしょうか。通常ですと8時半から5時15分の該当の職員が今回入る。ありがとうございます。あと今後の展開で実施後にアンケートを行うってあるんですけど、具体的にどういうことを聞いたりするんでしょうか。まだその辺細かい項目をこれから検討していきたいと思うんですけども、まあ、実際には課題の抽出がメインになるのかなというふうには考えております。ありがとうございます。他にありますでしょうか。はい、新しくお休みができるというよりも1日2時間余分に働いて4日間働くと 8時間ですから、まあ、その分、まあ、その分を休むということですから、自分の努力 で得た時間を自分のために使うのはまあ当たり前です。そこにあの保護司しろよとは我々は言えません。そうですよね。だって自分の勤務時間のトータルは同じなんですもん。それに対する報酬も同じなんですもん。そこに生み出したやりくりの中の皆さんの努力で我々が指示をすることはできないのです。だから僕たちの DX で生み出した時間で、それだったらば、いや保護司やってあげてとか地域のこういう役やってあげてということに使えるはずです。一定に我々が使ってほしいという指示ができるはずです。そこを目指していくのがこれからの第2ステージなんだなとは思っております。ただね、これもある意味いいことかなと思っている。例えばあのソーシャルワーカー、ケアワーカーの人が生活の保護を訪ねるのに、今までは8時、に8時半にから、まあ、デスクをにチェックインして、チェックインというか自分のデスクに座ってから訪問を始める、まあ、9時でしょうか。これだったら僕も8時半にお邪魔できるわけですから、そういう意味で巡回頻度の時間の幅を上げられるっていうことは大きな意味があると、田村さん、僕はそう思ってるんだけど、いい？はい、はい、そう思っているんですよ。そういう意味でいろんな形でこれによって今まで触れ合えなかった市民と触れ合えるんじゃないかなということを期待しております。またマニアさんからのどの職係が選んでくれたかまでのお答えはなかったし、私もまだ聞いておりませんけれども、まあ、アンケートの中でやっぱりこういう業務のところはこの制度を採用しづらいなっていうのもあるんだろうと思います。やっぱり主に言えば窓口があるところなのかな。なかなか難しいな、そういうことね。窓口があるところですよね。だってたくさんの市民が窓口に並んでるのに、悪いけどっていうわけにはいかないわけですから、それは難しいと思います。だからそういうものに今回もし
DX によって生まれた人材が窓口サービスに余計並んであげて一人30分もいろんな話をできるようなそんな優しい時間軸の市役所になったらどうですか皆さん。僕たちの DX っていうのはなんか合理化じゃない優しさなんです。優しさを作るために僕たちは DX をしている。よく福田直久さんが最後は DX の目標は公助です、あ、共助ですって言ってたけれども助け合えるようになるために僕たちは余裕時間を作っていきたいと思います。さあ今回は、最後は公表の被害に関わるお話です。前橋市民の皆さんで票被害で、目録かけておりますしまた被害に遭われた方々にあのお見舞いを申し上げます。本当にあの2日にわたって重ねての被害を受けた方も聞いております。特にこれでせっかく張り終わったビニールでいっぱい野菜を作ろうと思ってた農家にしてみればもうなんて言ったらしなしなって感じですよね。野菜がしなしなのように農家の人の気持ちもしおれちゃってるんだろうと思います。まあ、そんなことも含めて今回前橋では公表被害に関わる支援で支援とは呼べない程度のお見舞いいろんなことを取り組ませていただこうと思っております。まあ、いろいろ制限もありますのであそういうんじゃ俺のは使えないなっていうこともあろうとは思いますけれどもそれでもなおそういう該当する方に少しでもお役に立てればいいなと思っております。担当する笹本君やあの農業の施策を担当している田村君が皆が考えているところでございますのでよろしくお願いいたします。お聞きくださいませ。はい、じゃあ田村さんよろしく。社会福祉課の田村です。今あの秘書から説明がありましたけれども公表被害に関わるですね、まずあの自宅の住む家の方からですね、説明をさせていただきます。例は、資料の方はですね、3番になりますのでご覧ください。令和5年の7月3日と、31日には起きました公表により、住家に一部損壊を受けた方に対し見舞い金の方を、支給をいたします。見舞い金を支給する災害は市内における災害の規模、被害の状況等に応じて、市長が認定し、見舞い金を支給するものとしておりございます。対象者は、市内に住民登録があり、居住している住家へ被害のあった人で、1世帯5000円の見舞い金を支給いたします。住家の一部損壊として、住家の屋根、外壁、雨どい、窓ガラスの穴開き、ひび割れを被害対象といたします。申請期間は、令和5年8月14日から、10月16日までの2ヶ月間とし、群馬電子申請等受付システムによる電子申請のほか、郵送、窓口での申請受付等を合わせ、受付場所についても、市役所社会福祉課に加え各支所各市民サービスセンターでも、受付ができるように準備をいたしております。この度の公表により被害に遭われた方々には心からお見舞いを申し上げるとともにお見舞い金支給に関わる手続き上の負担を極力軽減できるよう整えましたので被害に遭われた方は担当課までお問い合わせください。住家につきましては私の方からは以上です。残念ながら農政課長の中野でございます。私の方からは、農業者への支援について、ご説明をさせていただきます。資料さんの2面をご覧いただきたいと思います。農業者向けの支援といたしまして3点ございます。1が災害見舞い金、2が時期作付け種苗等購入費の助成補助、
産科施設再建修繕の補助ということになります。1は市の単独の見舞金、2と3は県投資で登場したものでございます。内容につきましては、7月3日の公表の時にですね、7月7日に投げ込みをさせていただいたのと同様のものとなっておりますので、説明の方は省略をさせていただきます。以上でございます。清掃施設課長の木村でございます。災害廃棄物の受け入れについて、説明をさせていただきます。今回の、公表被害により発生いたしました、廃棄物につきましては、自己搬入に限り、各清掃工場、可燃ごみにつきましては、6清掃工場、不燃ごみにつきましては荻窪清掃工場と、富士のクリーンセンターの方で受け入れをさせていただきます。なお農業用ビニール等の、搬入につきましては、罹災証明もしくは被災証明書を、持参していただければというふうに考えております。説明は以上となります。これより質疑に入ります。黒羽記者さん、お願いいたします。はい、読売新聞の黒羽です。表被害変わる線についてご質問させていただきます。まず一つ目ですね、10番見舞い金の方なんですけれども、これは罹災証明書は特に必要なない。わかりました。あとそれから申請に必要なものとして被害の程度を分かる写真ということで、原則その被害状況を分かる写真を持ってきてくださいと。でもしない場合は書いてある通り見積もり書とか領収書の図を出してくださいねという理解でよろしいですね。はい。それから農業の方なんですけれども、前回7月7日に投げ込みいただいたものと変わらないということで、これ何でしたっけ、群馬県のこの条例はまだ適用かどうかまだ決まってないんですよね。7月3日についてはマイクを、7月3日についてはですね、県の方から確定の方が出ておりまして、すいません、2番の、次期作付け種苗等購入費の補助については、市の方、前橋の方は対象とはなってございません。3の施設再建修繕補助については対象となっております。で7月31日についてはまだ、出ておりません。以上です。以上です。わかりました。だ7月3日の方はこの2番は、適用なしということですね。そうですね。で3番の方は適用ありということ。はい、そうです。わかりました。あとすみません、なので基本的にはこの見舞い金等のこの制度は今おっしゃった通り、7月3日のことと31両方とも同様に適用するということでございますね。そうです。わかりました。了解です。はい、であとすみません、もうこの5万円の見舞い金の方はもう実際に支給は始めてるんですかね。特に3日の方とかはもう支給を始めてらっしゃる、それとまだ申請を受け付けてまだ支給にはまだ、すみません、申請を受け付けて現時点では6件申請が来ております。なるほど。で支給はまだという感じでございますかね。多分手続きとは手続きは済んで、支給の方をしております。はい、分かりました。始まってるということですね。はい、以上です。ありがとうございます。各社さんいかがでしょうか。各社質問ございますでしょうか。すみません、毎日のところですけれども、災害廃棄物ですけれども、例えばどんなものを想定しているのかっていうのと、あとこれ無料ってことなんですかね。清掃施設課長の木村です。災害廃棄物につきましては、一般の家庭ですとカーポートの屋根ですとかテラスの屋根、あと窓ガラス、あとは農業の方ですと農業用ビニールですとか、ハウスのガラス等を、搬入を、いただいております。無料ということですか。無料ってことでしょうか。通常は有料なところが無料ってことですか。はい、無料で200キロまで無料で受けております。あとさっき黒羽さんが、住宅 の、 その罹災証明必要ないっていうのに、ジェスチャーだったかと思うんですけど、必要ないってお答えになったんですかね。はい、それ罹災証明につきましては今回のは提出していただかないということで対応させていただきます。
汚染ということなので、あんまりその、なんていうか、真偽の確認みたいなのはしないってことなんですかね。写真があれば、細菌っぽいとかいうのはなんとなくわかるんでしょうけど、その確認みたいなことは多分しないってことなんですか。必要な場合はですね、確認をさせていただくという、そういう対応はさせていただきます。すいません、一件よろしいですか。先ほどの質問。政策会長の木村でございます。先ほど200キロを超えた部分につきまして有料というふうにお話をさせていただいたんですが、全量無料で清掃工場の方で受けさせていただきます。以上です。他にありますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。私の方から案件外としまして、昨日前橋における観光地への支援が観光庁より採択された旨のご案内をいただいたところでございます。詳細につきましてはまた観光課長から、あ、おられるなら、じゃあご報告させていただきます。はい、観光政策課の橋浦と申します。私の方からご説明差し上げます。昨日ですね、投げ込みさせていただいた内容と案件になるんですけれども、今年度の当初ですねから、市として、市内事業者と連携して進めていた観光庁の、お手元こちらの資料が、国が出している事業の、詳細、チラシになりますが、地域一体となった観光地観光産業の再生高価格化事業、こちらの方に公募を進めておりまして、本市の 地域計画が採択されました。今後は市内の宿泊事業者や観光事業者等が個別の事業計画に基づいて交付申請を進めて改修事業を進捗させる予定です。こちらのチラシのですね、下部に6つ申請のメニューが書かれておりまして、左上の宿泊施設の高付加価値化事業、こちらに今回は12事業、真ん中隣に、廃屋の撤去がありますがこちらが3事業、右側の観光施設の改修に5事業、メンテク DX 化事業に1事業という形で、申請を行いました。こちらすべてですね、21事業ございまして、すべての予定総事業費は約 12.8 億円、国からの補助見込み額は約 5.9 億円を予定しております。市内事業者が事業費の半額ないし3分の1を負担するような形の補助金になっていますけれども、それでも改修を行って観光事業を再生したいというですね、19の事業者がこの事業を進めていただけることをとても強く感じております。で、個別の事業者名についてはですね、これから交付申請を進めて事業内容、改修内容が確定していくというところ、合わせまして、事業者の経営方針ですとか、経営状況というところが分かりますため、申請を進めるというところと合わせまして、コンセンサスを取った上で公表といたしまして、この場では発表させていただくことは控えさせていただきます。また、本市としてもですね、面的 DX 化というメニューを活用しまして、フンマースと連携する地域の OTA、予約サイトですね。こちらを立ち上げまして、観光再生、高付加価値化を支援していきます。で、お手元もう1枚の資料の方ですね。こちらの方の資料で、面的 DX 化というところのメニューの、イメージがつきづらいかと思いますので、こちらを添付させていただきました。群マースと連携して、観光の予約ですとか、アクティビティの確認とかっていうところに、使っていただけるものと思います。本事業の採択および今後の改修事業、これはですね、本市の、観光資源を改めて見つめ直しまして、磨き上げるとともに、市内観光業の経営基盤の安定に資すると捉えてますので、これも、一つのきっかけとして、前橋に訪れる人を増やして、訪れた人に本市のファンになっていただくというところを、意識した改修事業を進めてまいりますので、ぜひ、ご期待いただければと思います。説明は以上です。黒柿社、質問ありますでしょうか。各社どうもありません。各社さんどうでしょう。各社質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
それでは本日の案件以外に質問はございますでしょうか。はい、まあ、先ほどの観光課が説明した、各お宿も数千万円の予算を用意しなければ、政府からの支援が受けられないわけでございますので、それをも乗り越えて前橋の観光をもう一回ブラッシュアップしていこうというお気持ちをいただいていることを、まあ、ありがたく思います。だからこそ前橋としてそういう人たちをつなぎ合わせるような新しい観光サイトや観光の決済システムみたいなものを構築していこうというそんな第一歩にしたいと思います。それでは冒頭申し上げた通り暑い日々は続きますけれども、皆様方にもぜひ健康に留意されての活動をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例記者会見につきましては8月23日水曜日午後2時から町議室で開催しますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。